ホビーユングさんの方ね来てます。元世界チャンピオンの秋元くん。世界は取ってないんです、ね、あ、世界じゃなかったっけ。ごめん日本で。あ、日本チャンピオン。世界はちょっと、いやでもすごいですよ。あ、これ秋元くんのやつ、今テストとかで使ってる、オフロードをちょっと一応展示車として持ってきました。 なんか秋元くんイメージ変わったね。メガネだったっけ前。あ、前メガネしてたかもしれないです、ね、いつも基本はしてないんですけど、ね、愛人でもできたのかなって。いえ、そんなことよく。ホビーウィングってホビーウィング最高みたいな。あ、行きましょう。まずは、まずこちらですね。こちらも定番なんですけれども、はい、クイックランシリーズと言いまして、うん、まあ、一番お値段もリーズナブルかつ、はい、設定も簡単で初心者向けのアンプになってます、はい、こちらは一番人気のブラシタイプ、ブラシモーター専用のジャンパーピンだけで、はい、バックできたり、バック解除できたりとか。ジャンパーピンというのはこのこれ、ね、そうですね、こちらですね、はい、でこちらがまあニッケルだったりリッポだったりも対応している、うん、はい、一番人気の初心者さん向けアンプですね、うん、でこれもブラシモーター向け の、はい、あの専用のアンプになってまして、このワンランク上に上がると、うん、このプログラムカードで、うん、まあ、ブレーキの強さとか、はい、その辺が調整できるようになる、うん、でそれがもうちょっと上ランクになるとブラシレース専用になって、うん、なりまして、はい、でこれもあの各種設定がこのプログラムカードで行える、うん、両方とも使えるんだ。そうですね、このクイックランシリーズっていうのは、うん、このプログラムカード、まあ、2種類あるんですけども、ええ、お値段が安い方のこのプログラムカードで設定ができ る続いてこちらもあの販売から少し経つんですけど、ホビング、ええ、あのブラシモーターも発売してまして、ええ、まあ、クローラー向けですとか、うん、まあ、あとは あんまりスピードも求めないで、はい、まあ、ブラシモーターでリーズナブルかつ、まあ、みんなにチキチキ楽しもうだったりとか、うん、まあ、そういったシチュエーションも踏まえてですね、うん、まあ、ホビングの方で発売しているブラシモーターです。でこれは540サイズ、はい、まあ、よく一般的なサイズですね。あとクローラーのマシンなんかよく555サイズとか、うん、この辺も使う車種もあるというところで、サイズとしては、あ、これ大きいの？そうなんです、この長さが違うんですね。違うんだこれ、この辺が、まあ、うん、車種によって使い分ける、はい、皆さん分かりますか。長こっちの555が11ターンと13ターンがあって、うん、はい、こっち540は30ターンと27ターンの2種類、うん、長い方があの秋元バージョン。はい、すいません、見出しちゃったかな。見出しちゃった。次が、はい、こちらはですね、まあ、今こう継続して発売してるんですけども、ジャストック G3 というアンプで、はい、あのホビーウィングの RC スーパー GT という、今全国的にかなりいろんなサーキットさんで、はい、あのやっていただいているコンボセットですね。このジャストックというモーター、はい、沈角固定タイプのモーターと、はい、まあ、このアンプのコンボセットっていうのがあるんですけれども、はいはいはい、まあ、それで回転数だったりをあの規制してですね、イコールコンディションでオンロードのレースをやろうというイベントで使われているアンプとモーターになります、はい、でこちらがストックスペック V4 と言いまして、はい、サイズもかなり小さいんですけれども、うん、パティ的にもですね、まあ、13.5 ターンとか、はい、その辺までは全然使えますし、はい、でブーストターボも機能もついてて、うん、まあ、12だったり F1 だったりとか、うん、メカスペースあんまりないようなマシンだったりとか、はい、っていうのにはかなり使われてる方が多いですね。そうですね、かなり小ぶりですもんね。そうですね、はい、でもオフロードとかオンロードでも、うん、あのそこまで過激な設定とか、ええ、負荷かからないようなシチュエーションであれば全然これでも大丈夫、はい、それがやっぱり JMRC の全日本とか、うん、そういったあのレース向けでタイムを求めるよっていう方になってくると、うん、こちらの一番最上級グレードの G2S シリーズ、これが G2S のブラック、ブラック、こっちが G2S のエリート、エリート、はい、でこちらですね、まあ、基本的に中 の、うん、基板というのは同じになってまして、プログラムの項目は同じなんですけれども、うん、このファンの形状がですね、はい、違うんですね。おっていうのが1点ありまして、こちらはまあよくあるような一般的な全て側も中もファンもプラスチックタイプになってます、うんうん、でただこっちの場合ですと、これホビーンが特許取ってるファンでして、はい、こういった形状ですね、この3点をネジ止めで、このヒートシンク自体に取り付けてます、うん、はい、で、その上にファンがあると。なるほど。でこの側の外周ですね、ここアルミケースが、はい、うん、こっちのアンプの下側のケースともう全て一体になってるんですね。あ、はい、なんであの衝撃とかで、正直なところこっちのプラスチックタイプっていうのはやっぱこうきしんだりした時に側に、うん、外周にですね、はい、ファンが当たって、まあ、羽が折れてしまったりとか、うん、そういうのがあるんですけれども、こちらのタイプだとその辺が、かなり耐久性的には高いと。より堅牢なタイプってことですよね。そうですね、はい、であとは違いとしては色が違うっていうところですね。だからお値段も若干違うっていうところですね、はい、ただやっぱり衝撃ってオフロードですとか、うん、もう衝撃がちょっと気になるようなカテゴリーだったら、うん、こちらブラックの方ちょっとお値段するんですけど、あのおすすめしているような、なるほど、こちら8分の1用のアンプですね。こちらも今日本でも少しずつですね、あの8分の1のオフロードだったり、うん、オンロードでもですね、はい、やられてる方増えてきてまして、はい、でこっちが6セルまで対応のタイプ、はい、
でこっちが4セルまで対応のタイプで、はい、まあ、サイズもちょっと異なりつつも、うん、まあ、こっちの4セル用のタイプですと、まあ、お値段も少し抑えられて、はい、サイズも小さくなってるっていうところですね、うん、だからキャパシタもこっち3連が2連になったりだとか、うん、使えるセル数の対応するセル数によって、うん、まあ、ちょっとその辺がコンパクト化されてるっていうところですね、うん、なるほど。でこちらのタイプがまあ新型になってまして、ファンがですねある程度の一定の温度になる、アンプが一定の温度に達すると自動でファンが回転し始めるっていうような、はい、そういった自動の機能もついてます、まあ、夏なんかはまあ常にオンの自動にしてまあ回してあげた方がいいかなっていうようなです、ね、これも参考までに8分の1用のものでかっ、これ10分の1用なんですけど、でかっ、かなり大きいです。全然でかい。これなんていうサイズ？これはですね4268サイズ、ね、4268、はい、かなり重量感もあります。こちらがですね ツーリングだったりオフロード、うん、まあ、12だったりの、はい、でよく使われるですねストックモーターと言われるもの、はい、でこちら JMRCA のレギュレーションに、うん、公認取ってる G4 というモーターになりまして、はい、13.5、17.5、21.5をラインナップしています、はい。でこちらもあのオフロードオンロードともにですね、うん、全日本選手権もあのご利用いただいているお客様によって優勝もしてもらってまして、まあ、性能的にはかなり、うん、耐久性の面でも、うん、発熱性だったりその辺でもかなり現状パフォーマンスを発揮しているモーターになります。素晴らしい、はい、でこちらがですねあの最近発売開始になったんですけれども、バンデットという種類の G4 のモーターなんです、はい、これが海外のレギュレーションに適用してたりですとか、うんうん、あの海外日本のレースのオンロードの場合ですとあのブーストターボを使うようなシチュエーションだったりレギュレーションが一般的だったりするんですが、はい、うん、まあ、海外になるとあのノンブーストノンターボっていうのが結構あの一般的だったりしますので、はい、まあ、その海外向けのレースだったりとか、うん、やっぱりブーストターボをあの使う、うん、結構設定するの難しかったりもしますので、はい、まあ、そういったあんまりレースとかあのレギュレーションにとらわれずに、うん、まあ、このモーターでノンブーストノンタイミングで簡単に遊ぼうっていうところのようなあのお客様にとってもご利用いただきやすいような種類のモーターになっています、はい、こちらも最近発売になりました。続いては XD10、うん、D10 ドリフト向け、はい、アンプモーターですね。こちらも今大会もかなり多くのお客様にご利用いただいてまして、そうですね、ドリフト最近なんだっけ XD10 か、ね、結構使ってる人増えたな。そうですね、おかげさまでご利用いただいてもで、ローターもですね4種類内径外径違いがいろいろありまして、はい、あ、ローターもこんなに出てるんだ。そうですね、この辺も、まあ、あのかなりフィーリングでそのかなり大きな変化ではないんですけども、うん、やっぱりあのいろんな状況にアジャストしていくってなると、うん、使い分けるようなお客様に。ドリフト何気に細かいでね。そうですね、うん、本当に今どれが正解っていうのはないので、うん、自分に合ったフィーリングを探るのがいいかなと思います、ね、はい、で色は3種類です、ね、3種類ですね。でがこちらはモーターチューナライザーですね。ちょっと動かしてみましょう。こちらはモーターのコンディションをチェックするようなものになってまして、はい、でこういった自動モードだったりとか、うん、各種の項目があります。例えばちょっと回してみましょう、はい、やっぱりいろんなローターを変えた時の、はい、KV 値だったりとか、消費電流だったりとか、そういうのをいろいろ確認するのにも一役、でこれがどうなるの？ですね、これはちょっと自動モードで一番上ですね、はい、おお、なんかうおーって言ってるよ。はい、今テスト中、テスティング、はい、100%。もうこの短時間で、うん、まあ、バッテリーの電圧はですね、あの自動で見て 7.4 に調整して、はい、稼働させてます、はい、で、まあ、消費電流だったり KV 値だったり、うん、真核だったりとか、あと ABC の真核のですねばらつきだったりとか、これ ABC の、うん、の真核のばらつき、そうですそうです、まあ、一応ばらつきが1個ずつ出てきたりとか、まあ、そういうのも例えばモーターあのオンロードで速い方2つ持ってるとどっちが調子がいいというか、うん、劣化だったりとかその辺をどっちがいいかなっていう時にこういうのをチェックすると数値として出てくるので、まあ、コンディションが分かりやすい。であとはモーター側の温度ですね、うん、だったりとかも出てくるんです。これ結構ツーリングの人買ってます？そうですね、ツーリングの方はかなりご利用される方多いですね、うん、ドリフトはあんまりねやってないけど、これも使うとまた、そうですね、またローターの違いとかその辺は数値で現れるっていうところね。そうですね、数値で現れるっていうのは非常に面白い、うん、センサーケーブルも最近ちょっとランニングチェンジしまして、うん、まあ、まとまって、ここが接着されてるタイプですね、以前はバラバラのタイプで、うん、チューブでまとまってちょっと硬かったんですけども、はい、まあ、そこがチューブじゃなくて接着の平らなタイプで、あ、柔らか、まあ、非常に扱いやすく、まあ、いろんなマシンにも取り付けられるかなと、うん、なんかしっとりした感じですね、ね、はい、
秋元くんって感じね、はい、ありがとうございます、はいはい、次はあすみません、続いてですね、今年新たにサンパドを今回 RCDC スポンサーさせていただいております、うん、でサンパドっていうのはですね、まあ、中国のアモイにあるバッテリーメーカーでして、まあ、基本的にはオンロードだったりオフロードで、活躍しているブランドになります、はい、でかなり世界中の、うん、トップドライバーですね、うん、もう多く契約してまして、で昨年はオンロードで、ポルトガルのブルーノ・コエルホ選手が世界チャンピオンになりまして、今年はアメリカのアリゾナで開催された電動オフロードの世界選手権ですね、こちらもイタリアのダビデ・オンワーロ選手によって、まあ、世界チャンピオンを獲得したっていう、まあ、レースシーンではかなり有名なんだね。そうですね、活躍しているバッテリーメーカーになります、うん、でこれからドリフトにもちょっと強化していこうというところで、そうですね、ドリフトだとサンパドってあんまり聞いたことないもんね。そうですね、だこの性能ではもう全然申し分ないので、うん、でバッテリーはですね、基本的には、まあ、いろんな種類あるんですけれども、単純に今赤青このプラチナって3種類があります。赤青プラチナ、うん、はいはいはい。で赤が一番お値段的にもリーズナブルなランクのバッテリーですね、うんうん、はい、でこちらが基本的には、まあ、今このツーリングサイズのこの5300と、うん、あとはショートタイプの分厚いタイプで4500の2種類ですね、はい、うん、でこれ両方表も裏も端子があるので、次がこのブルーシリーズですね。ブルーシリーズ、はい、ブルーシリーズはこの3ランクの中で真ん中の位置にランクしてますね、うん、まあ先にご説明させていただくと、まあランクもやっぱお値段相応になってくるんで、はい、例えばこの一番いいプラチナとこのブルーだったりとか、はい、あレッドだったり、うん、例えばこのミドルのブルーとこのプラチナ同じ4000なんですけれども、はい、まあ、例えばこれをオフロードのストックモーターで比較すると、うん、正直あんまり最初はこのパンチ感だったりとか、うん、こっちの方が絶対高いからパワーがあるとかっていうような違いはあんまりわからないっていうのが正直なところなんですけども、はい、やっぱりこれが走行してて3分4分経ってきた時の後半の垂れ方ですね、うん、これがやっぱりプラチナシリーズの方が落ち方がかなり緩やか。なんでもう本当に練習で使うんであれば全然こちらの、うん、まあ、ご予算とかもいろいろあると思いますので、うん、まあ、このブルーの方で練習とかをされてレースの時はこちらのプラチナに使う。なるほど、まあ、でもやっぱり練習の時からいい環境で練習したいってなった場合はプラチナの方を使うとか、うん、そういったパターンで皆さん使い分けてますね。なるほどなるほど。なので本当にお値段相応といったところで後半のオチがやっぱり違って、まあラップタイムにも私テストしても結構顕著に、なるほど、出てくるっていうところです、ね、まあ秋元くんがね、こうやってチェックした日本チャンピオンがねテストしたもんだっていうことであれば多分よくみんなわかるんじゃないのかなっていう、はい、ドリフトだとやっぱりね早く膨らまないが多分買う基準だと思うんで、あそうですね、それだとやっぱりその辺もどうしてもお値段にも比例してくるっていうところもあるの で、ね、まあ、その辺はいろいろお試しいただいて、はい、でブルーシリーズっていうのが基本的には3種類です、うん、このツーリングのサイズのものと、うん、このショートバッテリーで、うん、まあ、一般的な標準の分厚い方と薄い方とですね、はい、うん、ドリフトだったらこの4000の薄型タイプかなっていうところ、うん、そうよね、でこれがプラチナとブルーでそれぞれある、うん、であとはまあ分厚い方ですね、うん、これも5400だったり5500だったり、うん、あとはツーリング用で、まあ、一番人気なのが今この6500っていうもの、うん、あとは6100ちょっと軽いんですけど、うん、これを使ったりと、うん、この辺はまあ皆さんはシチュエーションによって、なるほどね、状況によって使い分けると。レッド、ブルー、プラチナってポケモンみたいなねそうですね懐かしいですねそんな感じでちょっとサンパドもこれからドリフトの方も力を入れていきたいと思います。これはあ、ごめんなさい、これリコバックです。あ、リコバック、はい、もう充電の時必須アイテムですね。そうですよね。でこれも収納の時なんかも私も使ってるんですけども、うん、例えばこのサイズツーリングサイズだったら、こうやって入れれば全然3本4本ぐらいですね。あ、全然入るね。こうやって入りますし、うん、こんな感じですね。全然これで持ち運びとか他もできますんで、これは結構便利アイテムですね、はい、っていうのはリコバックもございます、うん、素晴らしいです、はい、以上になります。好きな女性のタイプって聞いたっけ昔。好きな女性のタイプ、有村架純って言ったっけ。有村架純って言った気がしますね分かりました、ありがとうございます。ありがとうございました。